こんにちは、花です。今日はですね、以前からリクエストのあった私のスキンケアについてお話ししたいと思うんですけれども、今までは、朝晩夜晩一緒にやってたんですね。なんですけど、それをやるとものすごく、動画が長くなるということに今更気づきましてですね。なので、今回からは2つに分けたいと思います。なので今回はまず私の朝のスキンケアについてお話ししていきたいと思うので、よかったら見ていってください。それではどうぞ。はい、まずはじめはもちろん洗顔ですよね。洗顔は、グアムの購入品でも紹介したこちら、エスティローダーの、なんだこれは、パーフェクトリークリーンという、泡立たないタイプの洗顔を使ってるんですけれども、まあ正直言って失敗でした。まず私は泡立つものが好きというのと、洗顔はすごいすっきり毛穴の奥の汚れまで出してくれるのが好きなんですけれども、これはすごい汚れを出すというよりも保湿するみたいな感じです。汚れを浮かしといて保湿するみたいな感じの、洗顔なので、ちょっと私には向きませんでした。クリーム状で、なんだろう、本当にナイトクリームみたいな感じ、お肌になじまないナイトクリームをつけてるみたいな感じぐらいお肌がすごい、なんだろう、保湿されます。なので朝洗顔すると逆にニキビができちゃうとか、あの油とかの取りすぎで、そういう方におすすめするんですけども、まあそこまで超乾燥肌ではない限り、あんまり、はい、おすすめは私はしないです。まあ楽なんですけどね、そのまま使えるんで、泡立たずに、あの泡立てずに、なんですけど、ちょっとな感じですが、はい、もうすぐなくなるのでそれまで頑張って使い切りたいと思います。はい、で次は拭き取りですね。拭き取りは、生活の機能ゲットの蒸留水を使っております。これは、なんだろう、本当はお化粧水で、拭き取りの化粧水じゃないんですけど、私は拭き取りとして使ってます。ゲットというものは沖縄に存在する、はい、草木らしいです。でちょっと香りは独特な感じです。なんだろう、ミント、ラベンダーっぽいかな、ラベンダーに近い香りがするんですけども、まあ、ちょっと独特なハーブな香りがするので、苦手な方もいらっしゃると思いますが、私は大丈夫でした。で、ゲットは抗菌作用とか、あと炎症を、鎮める効果がある、ものらしいので、まあ、今の時期花粉で、ね、肌荒れしちゃったりとか、ちょっとニキビができやすい人とかはいいと思います。拭き取りの化粧水ではないので、角質を取る効果とかっていうのは、どうなのかなって感じなんですけど、これを使ったとすごいお肌がツルツルするので、はい、私は最近好きですごく使ってます。ツイッターのフォロワーさんがこれを、気に入っていらして、つぶやいてたのを見て、私は生活の機に走ったんですけど、はい、今のところすごい感じです。お値段も結構安いので、ぜひニキビとか悩んでる方は試してみるといいのかなと思います。で次は美容液ですね。導入美容液は、今タリカのものを使ってます。タリカのユーススルーライトという導入美容液を使ってます。結構でかいんですけど、私の顔と比べていただくと分かるように、タリカは、まつげ美容液ですごく有名なブランドだと思うんですけども、まあまあ、スキンケアも結構いいらしいので買ってみました。で飛行機の中で買ったので、まあ、免税価格にはなると思うんですけど、1万円ぐらいだったかな、で買えました。で何をするのかというと、まあ導入美容液なので化粧水の張りも良くなるし、あとはなんか総合的に効くらしくて、シミ、シワ、張り、弾力、保湿とか、ほんと総合的にお肌を良くしてくれるものです。まあなんだろう、なんだっけ、ランコムの導入美容液とちょっと似た感じなんですけども、テクスチャーが違いますね。こっちの方はこう音で聞いても分かるように、すごいジャバジャバしててお水みたいな感じです。ランコムの方はちょっととろみがあるんですけれども、で最初は全然入んないじゃんと思ったんですけど、すごいハンドプレスしてゆっくりゆっくりなじませてあげると、お肌がすごくもちもちになるので、いいかなと思いました。はい、どうだろうね、ランコムと、まあ正直今そんなにまだ使ってないので、母と一緒に使ってるからまだそんなに回数は使ってないんですけど、まあまあまあ今のところはいい感じかなと思います。はい、で次はお化粧水ですね。お化粧水はロクシタンのイモーテルのものを使ってます。免税店で購入して2800円ぐらいでした。でこれは以前に、雑誌の企画か何かで美容液を使わせていただいたんですよ、イモーテルの。
で、その美容液がすごいいいことを最近思い出して、そういえば化粧水もこれ結構評判いいじゃんっていうので化粧水を買ってみました。で、香りはイモーテルのちょっと独特のラインの香りがするんですけども、このライン本当に独特な香りがするんですけど、まあまあまあ私は慣れました。最初の5日間ぐらいちょっと嫌だったんですけど慣れました。まあ嫌いな方もいると思うので、ちょっと香ってみるといいと思います。なんだろう、すごいこれもジャバジャバ系なんですけど、うわー泡立ちちゃったジャバジャバ系で本当に水分がっつり入れてくれるので、まあいい感じだなと思います。なんか最近すごい私化粧水ジプシーでいろいろ使ってるんですけども、まあ、その中でも結構良かった方かなと思ってます。で、次は美容液ですね。美容液はディオールのスノーホワイトニングトランスペアレントエッセンスという超高級美容液を使ってます。1万6000円しました。なんですけど、これ私雑誌じゃない何かのお仕事でいただいたので、はい、あの自腹ではないんですけども、まあ、そんな感じの美白美容液です。で、ちょっとジェルっぽい感じのテクスチャーになりますね。結構しっかりめです。で、つけるとなんか知らないんですけどすごいサラッとするんですよ、表面が。っていうちょっと面白いテクスチャーのもので、美白美容液なのにすごく保湿力があります。で、シミとかに直接効くっていう美白じゃなくて、お肌色均一に明るくしてくれる美容液らしいです。はい、きっと明るくなってると思います。まだよくわからないんですけど、まあ、美白ってね、継続使用しないとよくわからないので、そうと思うんですけど、まあ、はい、乾燥もすることなく、美白ってそのさっきも言ったように、基本的にあまり保湿がないので、快適に使えてるので、まあいいかなと思います。高いのでね、どうでしょうね。自分で買うことはあんまりもうないと思いますが。はい。だから個人的にはこれよりキールズの方がすごい効果は見られたかなっていう感じがするんですけど。まあそんな感じです。はい。で、次はオイルですね。オイルはベレダのアーモンドフェイシャルオイルを使っています。で、これはオイルなんですけど、ちょっと伸びが悪いオイルなので、私はこう出しまして、よいしょ。手にこうなじませてからこうハンドプレスをして使ってます。じゃないとこう肌の時にお肌に直接つけてから伸ばそうとすると結構摩擦が気になるので、こう手で伸ばしてハンドプレスをするようにしてます。で、オイルって朝使うとテカるんじゃないのと思う方いらっしゃると思うんですけど、そんなことないですよ、全然私はテカらないです。ちなみに普通肌、まあ夏などの混合寄りになってくるんですけど、でも大丈夫です。ただとてもテカリが気になる時とか、今日すごい湿気があるとか、今日絶対暑いなと思う日は、T ゾーンにつけるときはもう手のひらに余ったものを軽くつけるか、もしくは T ゾーン避けて使ってたりもします。でもまあそんなに気にならないので、基本的にはこのベレダを使っています。まあそんな感じ。肌荒れしてるときはいつも使ってるパーフェクトポーションのスーズオイルとかになってるんですけど、まあ最近は肌荒れもないのでこっちに落ち着いています。で、次は乳液ですね。乳液はグアムで買ったフィジシャンズフォーミュラの、乳液で SPF15 入っています。で、これはアンタイエイジング用の、乳液らしいです。で、正直言って嫌いです。何が嫌いかというと、まず香りが日焼け止め臭がします。しかもなんだろう、今時の日焼け止めじゃなくてちょっと昔のおばあちゃん日焼け止め臭がします。で、あとはテクスチャーがものすごく硬めですね。で、なんだろう、テカります。テカるてか、うん、なんか嫌なテカり方をします。すごい油っぽい感じのテカり方をするのであまり好きじゃないんですけど、まあ、買ったからには使い切りたいと思うことで今使っております。で、まあその何シワとか薄くする効果があるらしいんですけど、私特にシワあまり気になってないので、まあ、予防程度に使ってるだけなので、はい、効果はよくわかりません。で、次がアイクリームですね。アイクリームはコスメデコルテのものを使っています。すごくみずみずしいアイクリームで使いやすいかなと思います。この上から別にアイメイクしても決してよれることもないので、いいアイクリームだなと思っております。で、これはいつから使ってるんだろう、7月ぐらいから使ってるんですけど、まだね半分ぐらい残ってるんですよね。なので結構コスパもいいかなと思います。アイクリームって基本的に持つのでね。はい、そんな感じでみずみずしいアイクリームになっております。で、最後は最後じゃないですね、最後から2番目なんですけど、クリームですね。クリームはちょっともう頑張って出してる感満載なんですけど、ガルニエのライトコンプリートマルチアクションホワイトニングクリームという美白用のクリーム、デイクリームを使っております。
で UVA と UVB のフィルター効果があるので、まあ、日焼け止めもこの中に兼ねている、まあ、優秀なクリームでございます。これは日本に売ってないので、いつも母がフィリピンに行くとき、出張とかで行くときに買ってきてもらってるんですけども、はい、なんかくすみとかシミとかこのニキビ跡とかにすごく効くらしいです。あとシャインコントロールもしてくれるので、まあ、ここに8アワーシャインフリーって書いてあるほど、そうです、油皮脂の分泌を抑制してくれる効果があります。まあ、抑制はしないんですけど、抑制するのかなはい、わかんないんですけど、そんな効果があります。なのですごくマットに仕上がります。私結構オイルとか使ったり、そのフィジシャンフォーミュラの乳液がベトベトしたりとか、すごいしっかり保湿をしてるので、最後にこういうマット系の使うと結構まあね、後から楽になるので、これが最近好きで使ってます。もう3本目ぐらいですかね。そんな感じで結構使える子です。はい、で最後はこちらですね、日焼け止めになります。私はニュートロジーナのものを使ってますね。グアムで買いました。で皆さん日焼け止めって使ってますかね。なんか春とか夏だけ使う方がいらっしゃると思うんですけども、秋も冬も紫外線量、まあ、シミとかシワになる元の紫外線っていうのは基本的に通年として量が変わらないので、黒くなりたくないから日焼け止めつけるんじゃなくて、ぜひぜひシミシワ対策で、まあ、一年中つけた方がいいんですけども、まあ、そんな感じで私はもう通年日焼け止めをつけております。ちゃんと、まあ、前まではつけてなかったんですけど、はい、ここ1、2年でちゃんとつけるようになりました。で基本的に忘れちゃうことが多分あると思うんですよ、慣れてない時って。なので私はもうスキンケアの一環で必ず、一番最後に日焼け止めをつけるようにしてます。でまずこれなんですけど、率直に言って大嫌いですはい、もうなんか超ストレートに言ってるんですけど、これ白くなるんですよ、肌が。ちょっとこれで見てもらえたら分かりますかね。まあこんな感じのすごい白い普通の乳液っぽいクリーム状になってるんですけど、いきますよ。こうなじませまして、こう頑張っても白浮きするんですよ。なのでこれ置かずにこのままメイクするとものすごいことになるので、はい、だから私はスキンケアの一環に取り入れてるっていうのもあるんですけれども、これをそうです、多少置いてからこれはお化粧しないといけません。そしてものすごくテッカテカになります、つけた直後ははい、なのでこれは置くことをおすすめします。でデイリーモイスチャライザーサンスクリーンなので、まあ、保湿効果も入ってるからこんなテカテカするらしいですはい、で SPF が50ですね。でセンシティブスキン用なので敏感肌でも使えるやつです。結構欧米のって、まあ、薬事法が違うので入ってるものがちょっと強かったりとかもあるので、私は基本的にグアムとかハワイとか行った時に買うものは敏感肌用をまず買うようにしてます。知らないものをね、まあそんな感じで、なのでちょっとはい白浮きするので、お化粧をすぐする方はあまりおすすめしません。私も急いでる時、もうすぐスキンケアして、これ置く時間、塗ってから置く時間なくてお化粧したい時は、別に母がランコムのを使ってるので、母のランコムの日焼け止めをちょっと拝借したりしてるんですけど、まあ、そんな感じで、はい、これはまあいつかボディ用に回そうかなと思ってます。なんか私の朝のスキンケア嫌いなものがいっぱいあるんですけど、そうなんです、ちょっと今なんか納得いかないスキンケアで、でも捨てたくもないしね、嫌なもの友達にもあげたくないので肌が荒れない限りは頑張って自分で使い切るようにしてます。まあそんな感じですね。なのでまたちょっといろいろ変わったら、多分洗顔とかすぐ変わると思うので、変わったらまた皆様にこうやってアップデートしていきたいなと思います。まあ次はあれですね、とりあえず夜用のスキンケアをご紹介したいと思います。夜は結構好きなので、はい、楽しみにしていてください。では見てくださってありがとうございました。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。